はい、どうも、ハリウッドでございます。本日はですね、えっと、日本財団が18歳の、えっと、意識調査っていうのを、まあ、やった、まあ、9カ国にですねで、国や社会に対する意識っていうので、あの、発表されてたんで、もう衝撃的な数字が出て、いや、日本大丈夫かって言いたくなるような感じなんですけど、まあ、ちょっと今回、こちらの方を取り上げさせていただきたいと思います。 で先進国が9カ国ということで、まあ、日本、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメリカ、ドイツというところで各意期調査をしております、えっと。自分を大人だと思いますか自分は責任がある社会の一員だと思いますか将来の夢を持っていますか自分で国や社会を変えられると思いますか自分の国に解決したい社会議題がありますか えっと、社会議題について家族や友人など周りの人と積極的に、えっと、議論してますかって見て、みてください、これ。日本が、もう、だんと全部ですよ。全項目、ワースト取りまくってんすよね。だからもう、六冠王ですよ、日本は。 もうで、先進国に対して、特にインドとか中国とかがやっぱりかなり意識が高くて、もう18歳のうちから、もう自分はこうなりたいと、で、自立してると、やりたいことが明確だと、もっといろんなことに対して意識が向けているっていう状態になってるんですよね。中国ですし、まあイギリスもですし、アメリカ、ドイツ、まあ韓国が少し遅れてるかなっていうところですけどね、ベトナムとか。その日本がそれに対して、 この数字ってのは本当にやばくないですかねっていうのを取り上げたいんですよね。で、まぁ、あ、一つずつ見ていきたいと思うんですけれども、じゃあ自分が大人だと思いますかと。18歳の人にですね、18歳の子たちに自分が大人だと思いますかって言ったときに、これですよ。日本は29.1%。だから3分の1は18歳なんですけど、まだ大人じゃありませんっていうふうに思ってるんですよね。 つうか、大人だと思えてないんですよ。理由としては、あのー、やっぱ子供でいたいってことなのかな、なのか、その、もう大人っていう定義がわかんないし、なんかお酒が飲めるようになったら大人とか、タバコが吸えるようになったら大人、社会人として働き出したら大人なのか、だから大、じゃあ大学生は大人じゃないのかとかですね。そういうのがあるんで、もうでも18歳っていうところでもインドとか中国とかはもうすでにもう大人ですよっていう人を思ってるのが8割超えですよね。 のきなみ。そんな中で日本がこの3分の1以下の29.1%って相当やばいですよね、本当に。で、それで、あのー、まあ、先進国は大人と思ってるしけど、高いのに、日本がこれですよ。いや、もうちょっとさ、自覚持とうよっていうふうに思っちゃいますよね。 じゃあですね、じゃあ自分は責任がある社会の一員だと思いますかまあ、先ほどの、あの、大人だと思いますかっていうところにはも,もうほぼ起因しとるとは思うんすけど、ま、あこちらですよ。日本も、あの、18歳で、社会的の責任がある一員だと思いますかって言ったら44.8ですよ。44.8。 他のところでも9割7、韓国でも74%ですよ。あの7割、8割、9割みんな持ってますよ。特に中国なんて意識が高くて 96.、96.5%ですよ。そんな中、日本人は2分の1も持ってないんですよね。12人、5人半分もいないんですよ。本当に責任はある 社会の一員じゃありませんよって思ってて、本気で責任持たなくていいと思ってるのかなっていうのはすごく怖くて、普通じゃないと18歳ですよってなったら、いやもう大人なんであ、社会的責任あると思いますよっていうかと思いきやこれですよ。いやもう他の先進国に日本を追いつけないんじゃないですかね、これから。どんどん格差が出てきて、今では日本がそれこそ走ってたりしてるとは思うんですけど、まあ、これからの令和がスタートしてから、 特にインドとかも、インドネシアとかもですね、ベトナムとかにも、もうこんな意識が低い18歳の若い子たちが社会人になって、それこそ責任ある立場に就いたりとか、あの、そういうふうになったらどうなるのかな、日本はっていう風に。ちょっと心配ですよね、この記事を見ると。じゃあ、次は将来の夢は持っていますかってことですよね。 で、将来の夢持ってるのは日本人は60.1%。こちらもダントツビリなんですけど、見てください、諸外国。もう95%とか、もうほぼ100、90%以上ですよ。もう将来の夢を明確に私たち持ってますよっていう風になってるのに、日本なんて60%しか持ってなくて、もう全然夢も何も決まってなくて、まだふわふわしてますよっていう人が4割もいるわけですよね。他の諸外国なんてもう逆に、え、お前マジかよえ、夢持ってねえのかよみたいな。 なんでそれで18歳までに決めてないのっていうようなもう怖い結果ですよね。 だいたいまあ90%くらい使い水準があって、だから日本はまあ夢を持つよりも芸術的に行ったりとか、とりあえず公務員とか行ったりとかすりゃいい良くて、なんか親に叱れたルールだったりとか、あのー、これ儲かるかどうせこれ行っときゃいいよね、みたいな感じになってて、それこそ起業したいとか、何かをするために働いてそこから起業するとか、なんかそういう宣言のことを考えないとにかく今が楽しければいいよっていう意識が、 ちょっと強いのかなとと思っってちょっと怖いですよねで。次で自分で国や社会を変えられると思いますかっていうことなんですけれども、もうこれがですね、まあ各国でもばらつきはあるんですけれども、インドとかすごいですよ。83.4%の人が、あの、僕は国や社会を変えれますよって思ってるんですよ。すごいですよね、インドって。 インドはどういう教育をしてるのかなっていうのがめちゃめちゃ興味あるなと思ってるんですけど、特にインドネシアとかですね。中国とか、イギリス、アメリカでもだ体6割だったりとかするんですけど、まあ、見てください、日本18.3ですよ。むしろ、あの、変えられるって思ってる人のがすげえな、お前、みたいな。え、お前そんな変えれって本気で思ってるお前ちょっと神じゃん、みたいな感じでぐらいしか思ってないのかなっていうのは、ちょっと怖いんですけど、まあ、でも実際国、 とかなんかこうテレビのニュースとかでいろいろあったらもう実際もうどうしようもないなみたいなとかあと変えようと思った人が一気に叩かれたりとかしてるじゃないですか。 実際その自民党もひっくり返せないですよね。野党がどんな攻撃してても結局野党が偉そうなことを言いますけど結局自民党一強で、実際じゃあ帰れるかって言ったらやっぱりなかなか難しいとこなのかなってのがあるし、結局教師とか国会議員とか官僚、警察の不祥事も多いじゃないですか。そうしたらもう社会全体が乱れてるからそれを自分らが何してもしょうがねえから、もっとりあえず今が楽しければいいやっていうようなことなのか、それともそういうのに興味がないかですよ、むしろ。 もう全然その興味がなくて、SNS、Twitter、Instagram、それとか恋人だったりとか、あの、バイトだったりとか学んでもいいんですけど、そういうところにやっぱり意識がかなり向いちゃってんのかなって感じは思いますよね。 で、次に自分の国に解決したい社会議題がありますかっていうことですね。で、日本はえっと46.4%の社会議題があります。で、こちらもインドがすごく高くて 89.、89.1%ですよ。もう軒並みだいたい70%以上近いところなんですけど、日本だけまたこれ46.4で、これって、まずね、そもそも社会議題がある、ないとかそういう問題じゃなくて、社会問題ってなんかあるかなみたいな感じで思ってる人も多いんじゃないかなと思ってて、そもそも問題に気づいて、 いいいいる人が少ななんじゃないかっていうちょっとあるのと、まあ、あとテレビ離れも進んでるんで、まあ、そういうことを目にすることもないし新聞を読んだりとか本を読むことも少しずつ減ってるんでそういうことに社会議題とかに対しても意識がかなり低いのかなっていうイメージはありますよね。 まあ大体ツイッターとかで情報を知れるしとか言ってても、実際そのツイッターの情報も正しいとは限らないし、拡散されていっぱいリプ受けてる、えっ、ー、と、動画めちゃめちゃ再生されてるとか、あのー、それこそリツイートされてる、いいねをされてるから、その情報が絶対的に正しいとは限らないですからね。 そう。で、社会問題とかをなかなか取り上げるとかよりは、やっぱりなんかこう、あの、なんか面白いおかしいような、なんかこう、ちょっと笑けるような情報とかの方がみんな興味があるんでしょうけど、ばあですけど、やっぱ社会問題って今だと多いし、で、こっち社会保険に加入する、強制加入するのの、法人の枠を狭めようとしてるとか、毎年社会保険料上がってるし、で、それこそこそ、えっと、75歳以上ですかね、の、あの、社会保険の負担を、 割割かかにすするとかですねまあ、そういうところに変わったりとかね、ねあと年金問題とか、いろいろあ,あ山積みなのに、そんなんがないとかって、ほんとやばいっすもんね。次に、ね、じゃあ自分の国の将来についてどう思いますかもうこんな聞く場でもなくて怖い話なんですけれども、もうね、あのー、見てください。えー、と中国とかは、えー、とこれから良くなりますよ。 96%が思ってますよ。これからの未来は明るいですよ。中国、インド、ベトナム。で、インドネシアでま30%以上ですよね。で、アメリカ、イギリス、韓国、ドイツっていう形になって、まあ良くなるっていうのは30%か20%になって、で、悪くなるのも大体29.6とか、イギリスだったらちょっと悪くなるところのイメージがあるかなってところなんですけど、見ててください日本。9.6ですよ。中国は96.2%なのに、日本なんて9.6%しかこれから良くなりますよっていう ようなことを思えてないんですよねまあこういう風なところで先進国と既に差がついていくっていう風になるしどうなるかわからないも日本が一番多いですもんね中国なんてどうなるかわからないとか明らかに少ないですもんね良くなるっていうのも少ない代わりにどうなるかわからないとか変わらないとかなんか保守的な意見とかがもうあってんまあ悪くなるなーっていうところも本当はイギリスの方が多いですけど まあですけど、これ見るとね、本当に今後どうなるのかなと。まあ僕らはいいとしても、こういう18歳の子たちが今から社会に出ていったときに、 ああ、そういう人たちがトップを務めていくっていうのがもうここ18歳の時からから20年とか30年したら、そういうふうに変わってくると思うんですけど、その時に日本って本当どうなのかなちょっと不安になるし、この数字見た時に頭のいい18歳は、はあ、じゃあそういった中国行こうとかインド行こうとかインドネシア行こうアメリカ行こうとかって言って、日本からいい人材がどんどん抜けていくんじゃないかなっていうような懸念もあるかなっていうふうに、えっと思っています。 はい。ということで、えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、とー、今回はですね、それこそ、まあ、この、日本財団18歳意識調査第20回テーマ、国や社会に対する意識、休暇国調査っていうところで、日本が、えっ、ー、と、六冠王というところですね。先ほどの一番最後の、国良くなりますかっていうのを聞いてて、それもダントツ1位だったんで、まあ、七冠王ですね。七冠王を獲得したっていうところなので、まあ、ちょっと怖いっすね、今後。どういうふうに思うかっていうのは、まあ、どういう人にき、 に聞いいいててるかかっていうのわんないんですけどまあ、でもなんか SNS の世界だったりとかいろんなツイッターを見ててもやっぱこういうことを意識しててんなるほど納得っていうふうに思ったんですけど他の国の意識の高さっていうのにやっぱ目を見張りますね、うん、もうちょっとちょっとまあ18歳の方だったりとか若い方ちょっとこれを見てもらってですねもう意識を変えてあのこれからの素晴らしい人生を過ごしていただけたらいいと思いますそれでは失礼いたしますバイバーイ